よいしょ。じゃあ始めていきますね。はい、お願いします。よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。最後までお付き合いくださいということで、今日めっちゃ元気なんですよ。何かいいことありました？特にないんですけど。そうなんですか？特にはないんですけど、はい、昨日、一昨日とゆっくり休めたので。あ、お疲れ様でした。そう、もう先週なんて、丸々一週間動きっぱなしでヘロヘロの状態で、ね、収録してたので、ちょっとこれはやばいぞと思って。僕はもう少しだけかかりそうですけど、はいはい、今毎週ちょっと浴びるほどお酒を飲んでますんで、おある意味リフレッシュはしてるんですよ。いいですね。楽しいんですけど、はいはい、まあ、体力的にはやっぱりちょっともうちょっと多分休める日が来るかなと。あー、なるほど。頑張ります、うん、はい、では番組の紹介をしたいと思います。この番組はメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.satch@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギネワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントをどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、早速ツイキャス来てますので紹介します。お願いいたします。タミーさん、こんばんは。こんばんは。ちょっぴん、まあ、元気は元気なんですけど、私、今日。なんせちょっと焦り気味で。どうしたんですか？今日っていうか収録上が運慶の日なので、はい、そうですね。ちょっと慌てて、はい、慌てた割にはめっちゃ余裕こいてきたような気がするんだけど、ね。慌てぃハーティーですね。そう、慌てぃハーティー。でも慌てぃハーティーで帰らないといけないという。いや、運転気をつけてくださいね。多分ね、どこかしらの青年会が、道順ねやってて絶対混むなっていうのはあるので、はい、ありますね。まあそれはちょっと注意しながら行きたいと思います。来る時もちょっと見かけましたよ。ん、沖縄市の普天間です。あ、え、もうサンサロでちょっと準備してました。あ、早っ。めっちゃ早い。早いですよね。こんな早い時間。まあいいか、まあいいか。歩道橋に、あ、なんかいっぱい人いるなと思ってパッて下見たら準備してました。あんな早い時間かやるんだ。もっと遅いかなと思ってた。もう少し後だと思いますけどね。ねえ。まあでもまあまあまあ、この時間から準備して、明るい時に準備して、うんうんうん、暗くなって回るって感じじゃないですかね。ですね。はい。はい、では、早速一曲いきたいと思います。はい、お願いします。井上陽水で、夢の中へです。どうぞ。ということで、僕はこの最強のヘッドホンが今手に入ったんで、はいはいはい、今片耳で井上陽水を聞きながら、はい、片耳でサッチーさんの声を聞いてます。いいね。ラジオで使うにはめっちゃ便利ですこれ。いいね。なんなら長押ししたらもう全部外の音になるんで。ああ、なんかいろいろボタンがあるんだ。ボタンではこっちが。あ。はははは。ボタンもあるんですけど、もともと Bluetooth で、はいはいはい、ノイズキャンセリングヘッドホンなんですけど、うんうんうん、DJ 用なので外の声が拾えるようになってます。おー、すごいな。耳の保護を目的としてるので、
あのガンガンになってる現場で、はいはいはい、こう DJ の耳を守るために設計されたヘッドホンです。そんなヘッドホンがあるんだね。高そう。今安いんですよ。でもアマゾンがあれですよね、はい、なんか9月1日からだったかな、なんか値上げ、はい、値上げ、プライム値上げでしょ。プライムの値上げがありますね。いやいやどうにもならんね。まあ日本が一番安いらしいですからね。あ、そうなんだ。それでもそこまで上がらないでしょ。そうですね、なんか今回は本当に数百円ぐらいだよね。それでも値上げって報道されるわけですから、日本ってどれだけデフレだったんやっていう。確かに値上げするのは悪いことじゃないんですよ。うんうんうん、生活コストが上がるのが悪いことなので。そう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 、給料上げてください。確かに給料上げてください。私もその一人です。給料さえ上がれば値上げって過敏になる必要ないですもんね。うんうんうん、で税金減らしてください。あ、言えてる。何でもかんでも税金で賄うなんぞしたら大変だ。そうですそうです。はい、ということで、あと15秒ぐらいですね。はい。はい、ではマイクをオンにします。お聞きいただいたのは、井上陽水で夢の中へでした。では、今週かけたのはあのテーマに関してちょっとこれがいいかなと思ったんですよ。おー、いいですね。ということで今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。今週のテーマは最近なくしたものです。あー、見つけにくいものですかってことですね。そうそういうことです。最近なくしたものなんかありますか、キャンさん。ときめきですかね。ときめき？ときめきですかね。なんか学生の頃みたいに、あ、キュンキュンするみたいなことが、やっぱり年を取るにつれて、だんだん出てきて。それは言えてるかもしれない、私も。僕、単純な男だったので。そうなの？好きな女の子と目が合うだけで、キュンってしちゃうんで、好きな女の子が廊下で歩いてくると、スッて避けてこうやって歩いて。なるほど。はい。DM の方が来てますので紹介したいと思います。お願いいたします。赤キャン大城さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最近なくしたもの、前日の記憶が行方不明です。飲みすぎじゃないですかこれは。僕もそこまで飲んだことないですよ。私もないかな。でも記憶なくすっていうことがめったにないので。そうですよね、うん、僕も記憶なくしたことないんで。でもあれでしょ、もうさ遡るとあの一番最初の収録の時、あの時の記憶がもう一切ないっていう。あ、そういうのど緊張しすぎて。そういうのはありますけどね。緊張しすぎて本当にもう真っさらでないんですよ。まあ、でも僕も緊張しましたけど、初めての放送は一応覚えてます。あ、私もどんなこと喋ったのかもさっぱり覚えてない。僕サザンブリーズっていう夕方の情報番組を担当してたんですけど、はいはい、その初めての放送、うんうんうん、アーカイブにも残ってない、はあ、録音も残ってない、へえ、その時に見た人の記憶にしか残ってないという伝説の放送がございます。あ、いやいやいや、そんな放送があるんですね。多分僕の知ってる限りね、メイちゃんとシュプリームさんが覚えている。おお、二人。はい。すげえ。逆にすげえ。では、メールが来ておりますので、紹介したいと思います。はい、お願いいたします。最近なくしたもの、サッチーさん、キラキラしすぎるアッキーラさんが来ておりますよ。あれあれ、なんでなんでかな、僕だよ。俺だよ。キャンだよ。こんにちは、千葉真一です。うん、こんにちは。ラジオネーム、たかぼです。私が前座で番組、かっこ、たかぼのキックオフを聞いていた後に、
仕打ちのサッチーさんの番組も聞いております。ただ明日の試合が2時からなので多分聞けるかな。初投稿ですかね。そうですね。テーマについてですが、仕事へのやる気、ない気、アントニオ猪木を失っております。昔、阪神タイガースにいた江本投手の名言、ベンチがアホやからという言葉がなんとなくわかる気がします。大事なことは決められず、細かいことにこだわる管理者、かっこ女子、イレギュラーの対応のため余計な作業を増やす、その他多々あってやる気、モチベを失っております。早く管理者が異能にならないかなと、願っております。重い話ですいませんと来ております。まあ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 、確かにね、管理者とか上司の方が硬いとやる気っていうかモチベーション下がったりもしますよね。まあ僕はそっちの方が楽だったりもするんですけど、はいはい、僕も言うて硬い人間なので。そうも見えないけどな。あの、私生活は硬いので。あ、そうなの。結構真面目なメンバーとばっかりつるんでます。ああ、私もうあれだったかな、お母さんとかもう親が硬い人間だったので、はい、逆に自分も硬くなるかなと思ったら、そこまででもないかも多分。いや、僕もだからあれですよ、本当に幼い頃はもう本当にしんどいというか、はいはいはい、めちゃめちゃ管理されてたんで、勘弁してよって言って。私もそんな感じでしたよ。家の周り 500m から出ちゃダメだ。え？それ厳しすぎない？めっちゃ厳しかったです。やば。中学生の時に僕宮里なんですけど、はいはい、合わせまで遊びに行って怒られました。だから僕の唯一の反抗は茶壇まで自転車で行ったことですね。あら。中学生ですよ。中学生で合わせまで遊びに行っただけで怒られる。怒られました。うん、それはちょっと厳しすぎる。私、怒られるって言ったら、親に怒られるぐらいだったらあれかな、道草を小学校の時によくやって帰ってたので、はい、まあ今で言うちょっと虐待的な感じで怒られまくりはしましたけど。まあそんなこと言ったら、僕たちはご飯を残してお腹にヤーチューされましたからね、幼少期に跡が残るぐらい。怖い怖い怖い。もう一通メールが来ておりますので紹介したいと思います。はい、お願いいたします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最近なくしたもの、今月前半沖縄本島北部をバイクで走った時、元部の、安宿に泊まったのですが、その時に長年使っていた宮古で買ったタオルをなくしてしまいました。なんと民宿形式で洗濯したものを干すところも共同。しかもすると先に、チェックアウトした人が間違えて持って帰ったかもしれません。ちょっと残念でしたね、と来ております。まあ、でも私民宿とか泊まったことないので、うん、何とも言えないんですけど、間違えて持って帰るっていうのはありありかもしれないですね。そうですね。特に今ワールドカップとか行われておりますので、はい、うん、そういう安宿とか民宿とか、うんうん、まあ、自分の持ち物は自分で管理しないといけないですからね。というナルトラさんが、ツイキャスで来ております。仕事終わりました、お疲れ様です、と来ております。お疲れ様です。私なぜか知らんけど今日めっちゃテンションが高いって おかしいぐらいなんだけど。で、私の、はい、私ではないんですけど、はい、今日のテーマ、はい、旦那が先週あのテーマ決めた時に、はい、指輪をなんとなくしまして、いやーですよ本当に。いやー、しかも2度目、はい、もう朝、その前日がちょうど夜中の大綱引きだったんで、そこでなくしたのかっていう話にもなったんですけど、はい、家中探してもなく、はい、とって仕事場
まあ、仕事上よく医療用の手袋をするので、そこでなくしたのかって言ったらそうでもなさそうで、で探しても結局見つからなく、今は家にあった代理の指輪を旦那はやってます。指輪なくす。僕は指輪一応使ってるんですけど、はい、使ってますね。なくしたことないんですよね。私もないです、実はなといかうなか。か。なくすほどのものかねえって思っちゃうんですけど。なんなら高校生の頃から持ってるアーマーリングって尖ったやつあるじゃないですか。はいはいはい、ありま今すまだね。車に乗ってますからね。すげ僕結構物持ちがいいんです。え。だから私あれなんですよ、今やってるこの指輪、2つ目なんですよ。なるほど。そう、1個目なくして、1個目は仕事中に、なんか旦那が医療用の手袋を外しながらなくしたみたいで、もうゴミ箱まで漁って探しても結局見つからず、最初は許したんですよ。ああ、もうしょうがないから2個目買おうって言って2個目を買って、まだ1年経たないんじゃない？多分。じゃあもう3個目ですね。もう指輪これ以上増やしたくないけど。どんどんサチーさんスペアが増えていねえ、どんく。どん増えていくよ。だから今、1個目のやつ、財布にわざと入れてるんですよ。私もなんか、とりあえず、介護職してるんで、私もいつなくすかわかんないんで、念のためっていうことで財布に入れてるんですよ。だからなくさないのか。ネックレスにしたらいいんじゃないですか。あ、それも私考えたんですこんなよ。感じで。なんかこんな、今、キャンさんがやってるネックレスみたいなの、私も似たようなの持ってて。これも私なくしてないんですよ、実は。なくさないですよね、なかなか。なかなかなくさないものをよくだない、なくすなと思って。僕、一回だけそういう結構いい金額するものをなくしちゃったのは、やっぱイヤホンですね。ああ。はブリティッシュイヤホン。い今みはいはい。たいにセパレートになって、うんうん。一番最初にセパレートになったやつを買ったことがあるんですはい。よ。要は沖縄で多分僕が一番最初だろうって思って使ってたんですけど、はい。それをスナック帰りになくしました。あいやー。あいやーだね、本当に。友達じゃないです。あの時は、職場の先輩ですね。はいはいで、はい。一緒に飲みに行った帰りに、いつの間にかなくなってました。で、おああ。店に問い合わせしたんですけど、見つからないということで、はいはいはい。もう見つからないか。でも私、なくすというより、忘れたっていう出来事が2度ありました。というのも、バスと、その時、内地にちょっと行ってたんで、電車で、忘れ物というか、落としちゃって、スマホですよ、スマホ。スマホ落としちゃって、で、もう速攻で、バス会社と、電車の駅問い合わせて、スマホ落ちてなかったですかって言って、問い合わせて見つかって取りに行きました。よかったです。もうびっくりですよ。いや、僕も結構忘れ物多いんで、いつも大変なんですよ。はお酒飲んでたって話したじゃないですか。ーい案の定、このタブレット、はいはい。FM 議論に忘れてました。はい。あらー。なので、昨日、取りに来ました。まあ、忘れ物はね、いろいろありますからね。私も、なんかと忘れることがあるかなって思うけど、最近忘れるって言ったら何があるかな？ないかも。逆に。逆にないかも。なんかありそうな感じの顔してますね。キャンさん。最近、最近、ごく最近ごでくす。最近、なんかありますか？ごく最近は本当にないですね。結構徹底管理してるんで、頭の中でチェック項目必ずつけてる。あれ忘れてあれ忘れて。私、あれだな、まだ連絡してない事項があるな、仕事上で。それを忘れない方がいいな。それ忘れて大変だ。どうしようかな。ちょっとまだ時間はあるんですが、来週が2週撮りになりますので、
その分のテーマを今のうちに発表したいと思います。はい、お願いいたします。9月10日分の放送テーマが運動会。ああ、運動会いいですね。そろそろあの時期というか、はい、私たちはあの、まあ、この秋の運動会が主だったんで、はい、我々世代といえば、はい、10月が運動会。あ、9月10月あですね。っていうのもあの10月にあの東京オリンピック、はいはいはい、1960年代の東京オリンピックが開催されたのが10月頃だったんですよ。はいはいはい。で、体育の日があるじゃないですか。ありますね。あれ、開催の初日のことを体育の日って言うんですよ。あ、そうだったんだ。はい。だからその前後で運動会が多いらしいんですよ。へえ。だから近年暑くなってるので、まあ、結構早い、5月とかに移動する場合も増えてるそうですけども。うんですね。では、9月17日分のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。9月17日分のテーマが〇〇の秋。あ、お腹空きました。いろいろありますから。いろいろありますけどね。はい。でも僕お腹空いてることしかさっきから話してない。あ、めっちゃお腹空いてる。お腹空いてます。今日早めに食べちゃったんで。私今日、あ、でも遅めに食べたんで意外とお腹空いてないです。あ、いいですね。っていうのも、あの、今日まあ収録上では運慶の日なんで、はい、ちょっとお母さんの用事をしながら、はい、中部のあの親戚周りに行ったんですね。お、お疲れ様です。で、お父さん方のお姉さんのところに行った時に、ちょうどなんか、お腹空いたなと思って昼ご飯食べてなかったんで、はい、お腹空いたなと思っておばさんのお家に行ったら、ご飯食べるって言われて、ラッキーと思って出されたのが、はい、なんと私の嫌いな赤飯とあんまり好きではない、手びちだったんで、はい、聞いた瞬間、あ、どうしようと思ったんだけど、あ、いいや、とりあえずお腹空いたし何か食べようと思ってとりあえず食べました。いや、でもいいですね。でも、うん、お盆のご飯大好きなんですけど、はい、食べれない。あ、いやもう温かいんです。そっかそっか、大好きなんです。中身汁とか豚ですからね。あ、大好物です。運慶ジューシーも好きなんです。あ、あれ三枚肉でしたね、確か、はい、あ、そっかそっか。だから今週はいいなってみんなのこっち見ながら多分コンビニの弁当とか食べるんでしょうね。あー、かわいそう。はい、僕一人だけ別のもの食べないといけないんで。あー、それまた大変だ。はい、今日珍しくキャスが来てないっていうね。あ、今日なんか少ないですね。少ないですね、意外に。皆さんやっぱお忙しいんですかね。忙しいんでしょうね、お盆で。私ももうダッシュで帰ってお父さんをお迎えしなきゃ。皆さんお疲れ様です。多分ね、皆さん多分、まあ、長男嫁となったらもうなおさら忙しいでしょうね。あ、そうですよ、最近なくしたもの。はい、最近ではないんですけど。何でしょうか。まあ、7年ぐらい前ですけど、はい、豚を食べるということを失いましてる。あ、僕は。そっかそっか。そっかそっか、失いました。そっかそっか、そうだ、なくしちゃいました、豚の味を。ああ、そうだそうだ、ここに帰結するんだこのテーマ。ということで、あの、ちょっと今日は皆さん笑かしにかかってますので、ぜひ放送で聞いてほしいな。お盆で聞けなかった皆さん、ぜひ放送で聞いてもらえれば。まるまるの秋で今、まあ、2週撮りなんで来週話そうかと思ったんですけど、いろいろありすぎて、はい、私は何のことを話そうかなって今考えてます。まあ、僕もいっぱいネタは持ってるんで、はい、その時に合わせようかな。そうですね、運動会とか。そうですね、はい。まあ、運動会は、まあ、私小学校の時に、あの、なかったのがあったので。おう。そう、多分どこの学校でもあるとは思うんですけど、はい、ないものがあったので、多分私はその経験がないという、なんでしょうみたいな。え、もしかしてあれかな、
何でしょうか。エーサー。うん、じゃない。ああ、うん、じゃない、じゃない。くしょいや、ちなみに僕が、運動会に、はい。小学校6年生の時に参加してないんです。あー。で、その時何してたかってお話が多分できると思うんで。はい、はい、はい。今とも繋がってますんでね。あー、なるほど。はい。はい、はい、はい。来週をお楽しみにということで、あとどのぐらいありますか、はい、あと50秒ぐらいです。おー。どうしようかな。閉めちゃおうかな。早いけど。閉めちゃいましょうか。閉めちゃいましょうか。はい。はい。ではまた来週。お相手はサッチーと。はい。ミキサーのキャンでした。ではまた来週。バイバーイ。バイバーイ。めっちゃ喉がカラカラ。お疲れ様です。もう恩恵ジューシー買いました、今年。まあそれがいいんですよ。なんせ二人暮らしなんで、うん、そんな大量に作っても余っちゃうし、翌日白いご飯だし、うん、もう旦那が買った方がいいよって言ってたんで、その方がいいんですよ。まあ買ってもね、200、まあ200円ちょっとぐらいなんで。楽。楽。私は楽。買いに行けばいいんだけど。今、重箱とかも全部買いますからね、あなたに。ですね。もう、あれだな。私は、今年はちょっぴん楽かな。作れる人はいいんですけど、無理して作る必要はないかなって思います。うんうんうん。旦那のお母さんもそんなこと言ってましたね。無理して作ることはないよって。作ったとて、二人しかいないから、結局、食べるか食べないかの問題が出てくるという。よし。じゃあ、今日は、皆さんお忙しいということで。お忙しいということで。ちょっと早めに終わりましょうか、ね。早めに終わりましょうか。ツイキャスの皆さんもありがとうございました。また来週。じゃあねー。